皆さんこんにちは。幸福実現党荒川雅史と申します。滋賀県野洲市出身の38歳です。私は宗教法人幸福の科学滋賀本部の巡回支部長というものをやっております。そして並びに幸福実現党滋賀県本部の副代表を務めさせていただいております。私は今この政治において大事なことは時代認識が最も大事であると考えております。今という時代が政治家たちが見えていなかったら、この日本というものが漂流して、そしてどこに行くかわからない、そういう状況になるかもしれないという非常に危機の時代を迎えていると考えております。私たち幸福実現党は4年前から立党して、その日本の国難というものと真正面から立ち向かってまいりました。その甲斐あって、少しずつこの日本というものも少しずつでありますけれども、国論が変わってきつつあります。そんな中で私も今回参議院選挙立候補予定者として立たせていただいたのもここに理由があります。今のこの日本の社会の中で本当に国民の幸福というものにフォーカスした政治を実現させていただきたい、これが私の政治信条でございます。どうしても今立たなければ誰かが身を挺してそれを言わなければ、日本という国が10年後も日本であり続けられる保証というものが今何もない状況でございます。国防の問題に関してもそうです。そして経済の問題に関してもそうです。そうした日本を取り巻く国際情勢並びに国内の状況を見たときに、誰かが必ずこうした問題に対してその信念を持ってしっかりと正直にはっきりとものが言える、そういう人たちが、そういう一軍の人たちがいなければ、必ずこの日本というものは漂流し続けるというのが私たちが一番危惧しているところでございます。であるからこそ、宗教の立場からではありますけれども、あえて政治の世界に飛び込んでまいりました。私は決して逃げも隠れもいたしません。今日本に大事なことは大事であると正直にはっきりと申し上げておきたいと思います。こうした日本というものを文化、伝統、誇り、こうしたものをしっかりと守っていくためにも私は立ち上がります。そして幸福実現党の党首たちも各県で立ち上がります。滋賀県の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。